坪井の坪です、はい、さていろいろ周りのね日本の中、はい、日本の周り、はい、いろんなことがこあ,り、ね、ありますけれども、はい、花く娘さんから頂い,いておりますけれども大相撲の横綱、はい、春馬富士今もう場所中ですけどもね、はい、春馬富士が法政大学大学院政策創造研究科に進学することが 明らかとなりました。<ー>平日の夜と土曜日に大学院へ、大学院へ通って経済学や企業論を勉強するそうです、はい。経済学はい。現役横綱が大学院生になるとは驚きました。はいね、元々勉強家の春間富士は相撲会に入門した後にモンゴルの通信制大学で警察官と弁護士になる資格を取得していたそうです。す確か彼は 油絵も上手なはずですしね。ね芸術に学問になかなか文武両道の力士ですね。いいですね、多彩で。ね<え> <laughs> 球場明けの今場所はなかなか調子も良いようですし、はい、横綱の道と学問の道の両立、頑張ってほしいと思います。うん、キングボンビーナミちゃんも、ねええー、現役横綱で過去に事例がないみたいで、4月から経済学を学ぶみたいで、まあ両立は半端なく大変ですが、頑張ってほしいす。 頑張ってほしいと思いますよす、ね、ということですよね、えー これ、あの、大学の方の相撲部にもちょっと出、所属したら、ついやろな。<laughs> いやいやいや。規定はどうなってんだよ。大相撲の歴史は。<laughs> ダメとかあるんです、ね。学生相撲出たらいかんのか。それとも、大学に所属していたら。確かにね。それはもう。も権利はありますよ、ね。出る。そうですよ。ちゃんと筋道取っとれないか。ということで、出たらまた今度は、そっちの方も面白いでしょうね。<laughs> そうですね。はい。 うん勉強家でまあしかしあのこの間もね、はいえー、横田夫妻がウランバートルへ行きました、はい、そして、えー、ねヘギョンさん昔はヘギョンさんと言ってたんですがあのお,お孫さんと会ってという時に、はい、これモンゴルだった、うん、ウランバートルだった極州山がね、はい、あの今政治家となって、はいはい、向こうのいわゆる間に立っていろいろと骨折りをしたということなんですね。 ですから、あの、彼もひょっとしたら、この、はい、これ、政策、国のね、いろんな策ですよね、はい、政治の策。はい、これをどうやってやったらいいだろう。それには経済もあるし、うん、社会学もあるだろうし、うん、ということをですね、はい、もう今から、なんか準備しているのかなと。モンゴル歴史だけにそんな気がしてなりませんですね。はい いやでも、はいはい、ほら、やっぱりね、うん、合格したのはすごいことですし、きっと自分が興味がある分野だったから、ね、合格したってこともあるかもしれないですよ、はい、そんな将来のこととか考えなくて。考えなくて。はいあね、これ、今、僕、ずっと調べてみました、<laughs> モンゴルという国はね、 ちょっと前まで社会主義の国だったんですよ。は今はね、社会主義をもうやめましたというようなことも載っているんで、はいはい、あ今はもう社会主義の国ではないなというふうに思いました。はい、という、なんでこんなことを言うかというと、私も時々例に出しますけれども、はい、僕らマルクス経済学と近代経済学と2種類経済学の授業があって、はい、もう何やらマルクス経済学の先生は、この答え以外はもう 罰やぞというふうな、はい、そういう苦しい目に私はずっとあってきたんで。なるほど。彼は今社会主義の国の人ではないなぁと。だから、あの、<laughs> マルクス経済学は学ばへんのか。なるほど。近代経済学学ぶ文化とかね。<laughs> なるほど。その辺のところちょっと私なりにちょっと,ったと自分のリンクしてるんですね、経験とは。はい,はい。ということだったんですが、<laughs> 果たしてこれはね、どういうふうなことになるのか。はい、うん。あの、勉強するということはいいことで もしも力士が、えー、政治家になったらというようなのはなんか現実にもあるわけですよね。うん、というような「応援したい」。いや、はい、応援したいですよこれ、うん、学校こう行けるんですかねそのお稽古の合間を縫って。うん、ハードですか、ね、随分とあの聞くところによると、はい、あのいわゆる。 ひいきの引き倒しという言葉もあるぐらいで、ごひいき筋のお付き合いも多いと聞いてます。歴史力士の皆さんは。あの、石炭ちょっといっぱい行こうか。そうですね。そういうのもありますええ店あるから行こう。というようなののお付き合いも、まあ、仕事のうちらしいんですが、そういう時間を咲くということでしょうか。勉強のために。はい。でも、あそこでご主人が出るんですよ、実は。え ほんで、あの、皆さんも経験あると思いますが、例えば横綱とか大関を一人、あの、ちょっとご馳走するからというと、一人では絶対来ませんから。あの、ちょうどあの、クラブの女の子、アフターで、ょっと飯行こうかと言っても、決して一人で来ません私も来ちゃったとかって、ママみたいな人がついてくると同じように、その、お弟子みたいなのは必ず、二、三人来るわけです。その、で、もちろん、まあ、ね、メインの大関やら、 らバッと募集に出るけどもそんな額はないけれども、はい、一緒についてきた人にはまたそれなりのお小遣いやなんかもこう<ー>差し上げない,い ですよね。そんなことが。で、この横綱に、春馬富士についていた、そのちょっとしたお弟子さんみたいなのは、はい、これから、身入りが減るやろうなそうですよね。はい、<laughs> 大学に行ってるとい,やいや、本当そういうことがあるなら、そ,なね、そうですよね。ちょっとで、って弟子の方も困ったな困ったなと思ってるかもしれないよいどうしこれ、ということがあるかも,かりま <laughs> るかもしれないです、はい、余分なことでございました。はい。はい